法蜜る。道号は法数。送り名は安子高。慶州城陽軍の出身。画流福良と呼ばれた諸葛良に対して法数と称せられた。弟は法林。子は法広寺。樹父は法徳高。俗兄は法三民ら。若い頃は口下手であまり身なりが冴えなかったことから評判を得なかったが、 人物鑑定で有名な柴木に、その才能を認められたことでようやく名が高まった。また人物鑑定に優れた、風達見にまみえた際は、半ば英雄であると高く評価された。軍の抗争となり、後に、周遊の抗争を担った。周遊が慶州を攻略して、南軍の大衆に任ぜられると、報道は南軍の抗争になった。食攻略の途中に、共えたにて、 周遊が病死すると、宝刀は意外を送って、高等に行った。その後、孫権は、慶州を劉備に割上した。慶州を領有した、劉備の下に転ずるも、劉備に、大王の権令の職を任ぜられ、仕事を滞らせたために悲鳴された。これを聞いた、孫権軍の露宿が、劉備への手紙の中で、宝刀は大役を与えてこその人物と勧め、諸葛亮も、 また彼を劉備に取りました。劉備は目通りさせ、彼と十分に語り合った後、彼を大いに有能だと評価し、おさむ中十字に任命し、諸葛亮と同じ役職である、軍師中老将に任命された。劉備は宝刀と面会し、相互に語り合った。劉備陣営の次の方策として、西の駅州を取ることが考えられていたが、折しも駅州を治める劉将は、 長将の説得を受け法制を使者として早々との関係を立って劉備と吉見を結び、長炉との戦いへの援軍を要請してきた。劉備と対面したのりさは、長州と共に打弱な劉将を見限っており、この木に乗じて、駅州に入り、劉将からこれを奪うことを進言した。劉備は難色を示したものの法等はこれを揺さめて、駅州を取ることを劉備に決心させた。 宝刀は劉備に無理な手段で益州を奪っても正しい方法で統治し道義を持って彼らに報いてことが定まった後に大国を与えれば真議に背くことはないだろうと語った。入職に際しては宝刀が劉備に同行し諸葛亮は慶州の留守を守ることになった。益州に入った当初、劉将が劉備たちの本心を知らずに歓迎の縁を開くなど 無防備だったので、宝刀はこの機会に、竜将を捕らえて、無用に戦うことなく益州を取るよう劉備に、進言した。しかし劉備は、他国に入ったばかりで、恩愛や真偽はまだ現れていない。それは遺憾と答え、これを聞き入れなかった。その後、劉備軍は、冠中の長路と対峙するふりをして駐屯し、生徒にいる竜将をどう攻めるかを検討していたが、宝刀は劉備に対して、 中野健校で、生徒を教習する情景、赤章を守る隆将の章を欺いて、兵を奪い、生徒を目指す、中継。一旦白帝城まで退く、下系の三景を提示した。劉備は中継を採用した。そこで劉備は、宝刀の策略を用いて、東で曹操と孫権が戦い劉備に対して、援軍を求めてきたことを口実に、軍団を移動させると、 白水石を守る龍将軍の妖怪、後輩を呼びつけて、騙し討ちにし、これを切り捨てて、白水石を占領した。生徒に向かって進撃し、連戦連勝した。劉備は、で宴会を開き、酔っていた劉備は、今日の主席は実に愉快であると言った。これを聞いた報道は、他国を討伐中に、上機嫌に酔っておられるのは人君らしからぬ行為ですぞ、と言った。 劉備は泥酔していたので、宝刀の言葉に立腹し、かつて、衆部王は陰を討伐して、連戦連勝したとき、将兵をねぎらうときに武力を許していたと聞くぞ。それが、人君の戦いではないのか君の申すことは矛盾しており、不愉快だ。直ちに退出せよ。と叫んだ。宝刀は後ずさりして出て行った。劉備はすぐに後悔して戻ってくるように頼んだ。 宝刀は元の席に戻ったが全く知らぬ顔で陳謝せず平然と飲み食いを続けた。劉備が彼に向かって先ほどの議論は誰が間違っているか聞くと宝刀は君心ともに間違っておりましたと答えた。劉備は大笑いして初めと同じように主演を楽しんだ。劉備軍は生徒攻略の前に劉順、長人が守る落城を包囲した。 しかしこの法医戦の最中、法湯は流れ屋にあたって死去した。去年三十六、劉備は法湯の死を大いに悲しんだ。後に、館内公を追封され、慶養三年九月には安志校の死亡を送られた。法湯は人物評価を好んで行ったが、その場合はいつもその人物を過大に評価していた。ある人にその理由を尋ねられた際、法湯は、 現在天下は乱れ、聖道は衰え、善人は少なく悪人は多い。褒めすぎるくらいの評価をして、名誉欲を満たしてやらなければ、善事を行う者は増えないだろう。志ある者に希望を与え、努力させられるのだから、これもいいではないかと答えている。宝刀は、高刀に帰還する際に、呉の陸石、古将、善、僧羅とは懇意であり、宝刀は陸石を、春馬、 帰り見、章を、足が遅いが、力のある牛、前僧を、助南の半アキに例えて褒めたたえた。宝刀が、周遊の物帰りは、彼らが見送りにやってきており、陸石と帰り見、章から、別れの際に、天下が太平になったら、また、司会の死を批評しましょうと言われるなど、深い交流があった。三国史において、宝刀のつては、のりまさのつてと同時に評されている。 陳珠の表に曰く、宝刀は常に人物批評を好み、計画と作望に優れ、当時、計、その地域の人士から才能に秀出た人物と謳われていた、疑心に当てはめると純育の兄弟とあり、のりまさと共に、曹操腹心の軍師たちに匹敵すると評価されている。生徒武功祠らの宝刀像小説、三国支援儀においては、宝刀の兄弟が、 諸葛亮の妹を目取り、義兄弟となっている。赤壁の戦いでは周瑜に対して曹操を破るための検索を行う。周瑜は曹操軍の軍船を日攻めにしようと考えていたが、一石に火をつけてもたの船は逃げてしまい、燃え広がらないということが問題となる。そこで宝刀は、連艦の刑と呼ばれる策を周瑜に進める。宝刀自身が、 周遊の陣営に偵察にやってきた、小強氏をうまく欺き、曹操の軍営に潜り込み、曹操と面会し、北方人の弱点である船酔い対策として、船同士を鎖で繋げることを進言するのである。このことにより、火がついても曹操軍の軍船が逃げられないようになり、劉備、孫権の連合軍による火攻めで、曹操軍は大敗したということになっている。また、 曹操の進化となっていた親友の助手が家計に巻き込まれないように別方面へ派遣されるように仕向ける策を授けている。その後、周囲の葬儀に参列した諸葛亮に対面し、劉備に仕えるよう誘われる。彼の才を惜しんだ露宿によって尊権に隠権されるが醜い風貌と尊権の問いかけにきちんと答えなかったことから疎まれてしまう。 次に宝刀は劉備に面会するが、劉備がその風貌を見て、諸葛亮が推挙する宝刀かどうかがわからず、官職の地方権礼をあてがってしまう。すると宝刀は1ヶ月の間酒ばかり飲んで職務を、怠け、村人から訴えられることになる。しかし、劉備が派遣した張飛に質問されたところ、溜まっていた1ヶ月分の仕事を半日で全て片付けてしまう。これによって、 宝刀がその才能を劉備に認められることになり、さらに劉備は自身の行為を戒めることになっている。またその死については、気遣った劉備が貸し与えた白馬に乗って、劉備の代わりに危険な感動を進んだため、オチオートリハという場所で、劉備と間違えられて、超人配下の副兵に射殺されたという描写になっている。なお、オチオートリハという地名は実在し、 お千代鳥派の石碑付近には後頭部がある。ありがとうございます。